動詞述語文の語順は主語プラス動詞プラス目的語と説明しましたが、動詞の中でも大変高い頻度で使われるものとして是があります。是は A 是 B の形で使い、 A は B であるの意味になります。例を見てみましょう。私は大学生です。我是大学生。彼は医者です。他是医生。これはメニューです。这是菜单。